波や波はや、波型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選球。区分上は PC 型、交渉線形は35メートル型。1973年7月1日に施行された、海上交通安全法では、特に船舶交通が服装する東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域における、船舶交通の安全を図るため、 通常の海上衝突予防法とは異なる特別のルールを適用する航路が定められた。海上保安庁では、これらの海域に航路障害船を配備して、広報指導や違反船の監視取り締まりにあたることとしていた。このための特23メートル型巡視艇として、まず昭和48年度から57年度にかけて、秋月型12隻が建造された。 また1988年の名長市お事件を受けて、横須賀港周辺の航路紹介を強化する必要から、平成元年度計画で、さらに、夏切り型2隻が追加された。平成4年度計画では、式並み型など昭和40年代に建造された23メートル型 PC の、代替を兼ねて、特23メートル型 PC の運用実績を踏まえた。 航路紹介用の巡視艇の建造が盛り込まれた。これが本型である。没水部線形は V 型、船体は対抗性高張力項、甲板、上部構造物はアルミニウム合金製と、設計面では平成元年度計画で建造された特23メートルが概ね踏襲されているが、定員増加や業務区画の設置、 居住性工場の要請から大型化を図ったため、従来の特130トン型巡視船を凌駕し、赤木型に匹敵するまでの大きさになった。航路障害用であることから、視界確保が求められ、機器の小型化が図られたほか、操舵室の配置にも配慮されている。強水道での待機など、任務柄漂白するケースも多いことから、空付月型と同様に、現、由良装置として、 アンチローリングボードを装備した。またピッチングによる乗員の疲労を軽減するために、操打室を船体中央に配置するとともに、全乗員分の衝撃吸収用ダンパーツキースを配置した。指揮官としては、夏ギリ型搭載機のマイナーチェンジモデルである V 型12、気筒のマトゥー 12V396TV94 ディーゼルエンジンが搭載され、指揮出力の面でも、 特130トン型に匹敵するものとなった。推進機は3翼の固定ピッチプロペラである。また主発電機としては、ディーゼル発電機2機を、また非常用電源としては、密閉型鉛蓄電池2群を設置した。航路紹介という任務から、巡視艇としての高速力発揮とともに、海上交通安全法による、制限速度での長時間連続低負荷運転にも、対応している。 また、航行不能線の栄光を考慮して、船尾甲板には、使用荷重5トンの栄光用オビットを備えている。平成7年度第一次補正計画で予算化された6隻は、阪神、淡路大震災の教訓を取り入れて、下記のように装備を強化しており、災害対応機能強化型と称される。また消防ポンプを駆動するため、手機には、スリップ運転装置が装備されており、 従来よりも低速での航行も可能となった。巡視艇の鮮明は随時解明されることがある。ありがとうございます。